デジニアングルーヴボリューム18にようこそ。わーわー、今聴いていただいた曲はレッツゴー墓参りという、お盆にちなんだ曲になりました。続きましては S さん、ドラムの S さんが歌います。ネアンデルタール人です。シームーンさんでバンドスタイルといえばこの曲をやらねばねということで、お月様にちなんだ曲をやらせていただきます。聴いてください、リトルミスムーン。
次の曲はですね、私も水飲んだ方がいいかしら。失礼。飲水タイムです。皆さん熱中症には注意していきましょうね。塩分も忘れずにね。次の曲はですね、バラードの曲を作りました。Sさんが歌います。聴いてください。ディープブルー。次はですね、激しい曲をやります。犬飼ってみたいねっていう犬っていう曲なんですけど、
犬をやります、はい、チューニングはよろしいでしょうか。はい、飼い主連れて散歩中、可愛い尻尾をフリフリさせながら、心なしかちょっぴり早足で、あんなおでかい犬だから、きっとあいつはどっちも広いよ。家族と一緒に住んでる夜だってな、俺の犬を描いた絶叫の位置にいて、愛で埋め合ってほしい。楽しんでてくださいね。はい。あ、そうだ。あ、じゃあこれをどうぞ。あ、これはソマリズさんの。これはソマリズさんのタオルじゃありませんか。あらま、素敵素敵。じゃあ、ここさかけてこうこれね。では、あと2曲で深爪の出番は終わりとなりますが、次の曲はですね、例のあの曲です。あの、From Zero でもカバーさせていただいた四面楚歌をやりたいと思います。We'll be right back.
僕を叫ぶ鍵の下で人横目に見つめてやる口が合う声を出てもスケン様は絶対僕のこと知らんぷり人も僕は歪めてない僕は負け物にしたいだけどうでかける一息だけを人は皆僕を受け見たがる声を上げてもスケン様は絶対僕のことを知らずにぶつける場所のないあの背の差ですね。夏をテーマにした私あの出身が宮城県の石巻市なんですけどあの石巻をテーマにした夏の歌をあの深爪は持っているのでそれを歌って深爪の出番は終わりにしたいと思います、はい、皆さん最後まで楽しい演者さんばっかりなのでみんな見に来てねイエーイではいきます。サマーブレス。夏が始まるのさ。寒い国夏が
一方的にやられてんの。起きてる。待って、絡まって取れないんじゃない？あれもしかして。絡まって取れない感じじゃない？